おはようございます。この動画が投稿される時間は17時、すなわちこの場合はこんばんはが正解。挨拶に厳しいタイプのミコ。私がおはようといえば誰が何と言おうがその時間帯は朝、今日から17時が朝だ。世界の常識を破壊していく。何意味わかんないこと言ってんのよ。ほら、やるよ。おはようございます。恐ろしい速度の買収、私じゃなきゃ見逃しちゃいます。くだらんやりとりはここまでだ。全員キルします。本日も無慈悲に始めていきます。制限時間は180秒。最後の時間を足せば220秒だが180秒で終わらせるぞ。初動リアクターは当たり外れが大きいので、最近のトレンドは初手アドミン。1ハート安いタスクを処理しに来た人送っていこう。ああ、はい、お疲れ様です。は、仲間からの冷たい反応で草。まあ、ラケさん逃げれたし。なんか自分のおかげで逃げ切れたみたいなセリフ、関係ありませんよ。むしろ今下回りで行けばみぞれさんなら持っていけたかもです。こんばんは。まあ、そういうこともあるよね。180秒で終わらすなら1人当たり30秒のペース。今のところいい感じだ。とはいえリアクターはなかなか時間取られちゃうわよ。どうせベントで逃げられちゃうし。いつもならそうですね。しかし今回は確実に1キル取れます。ほう、どこからそんな自信が？なぜならここにレイラーさんがいるからです。前回メテオさんがここで何回か鬼をやり過ごしてましたからね。幽霊で一緒に見てたのでどうせここにいると思ってました。そして中途半端すぎる1、2、ユミゾレモン。さっきメテオさんがいい感じにやり過ごしてたからいけると思ったのに予想通りすぎます。ちなみに本日のスキンは食パン。ペットとお揃いで可愛いわね。これは二足歩行食パンの親の死体だ。1ミリも可愛くない設定出てきた。親の仇じゃないですか。しかしこいつはまだそれを知らない。こいつが育ちきったその時に私が本当の親の仇であることを告げるのだ。この世の悪を凝縮したかのような発想。さすがにここで血を絶やしておいた方がいい気がしてきました。む、ちょうど除染中か。ここの中にいるのは分かってるんだ。抵抗せずに出てこい。このままだとかくれんぼというより鬼ごっこだぞ。前から鬼ごっこでしょ。毎回人数が減ってからの最後の粘りが長いんですよね。まあ最後の人たちは自分が狙われている自覚を持つからね。しっかり弁当を使って回避しようという意識が高まる。それが初めから全員できてれば余裕で隠れる側の勝ち。この村にはそういう意識がない。隠れる側の意識を語ってるけど、あんた隠れる側の時の生存率村内でもゲノゲでしょ。毎回初動無茶なタスクムーブして死んでますからね。一見無茶な行動だが、あれはこれから先の未来への布石。飽くなき探求心こそが大事なのだ。おっとメテオさん、さすがに見逃しませんよ。攻撃もここでおしまい。しまっちゃいましょうね。ラテさんも発射台のとこいたわね。とりあえずベントだけ消費させとかないとな。おそらくですがこれで2回目のベントしようでしょう。もうラテさんにベントは残されていません。あとは地獄に送るだけ。仲間たちが地獄で待ってるよ。当チャンネル名物地獄送り。リアクター側に行って即座に通路に出たわね。アドミンに映らないよう意識しての移動でしょうが、私は常にアドミン見ながら移動しているのでそれも無駄です。こうなるとリアクターは完全にただの缶オケだな。通路ではなく左の部屋にいるようですね。突撃終わりの晩御飯。最後まで必死に生き残ろうとあがいてるな。む、これはまさか抜けられた。あれ、あんな爆速で扉閉まるなんてことあります？あ、普通に入れた。何か言い残すことはありますか？散歩しようよ。唐突な散歩提案。まあ尺的に付き合ってやらんこともなし。改めて見たらここら辺死体転がりすぎでしょ。悲しいですがキルされればただのお肉。そこに魂は宿っていません。二色歩行食パンを可愛がる時間の余裕すらある。あ、そういえば強化モード行かずに終わらすって話だったな。へい、強化モード入る前に無事勝利。やはり計画通りきちっとやるのは気持ちがいいですね。ナメプで時間調整した結果だけどね。高評価もしっかりよろしくな。完全に忘れてましたね。さてと2試合目。今回は逃げる側、鬼は前線となるとイージーなゲームになりそうですね。まあ今だけですよ、そういう風に言えるのは。今回の試合は未来 HQ で弁当温存する立ち回りを見せていきたい。いつも花神のごとく弁当を使い捨ててるものね。心出すだけなら自由です。信用されていなくとも結果で示していく。それが霧雨マリサ。最近鬼側のメタは初手管理室、初動リアクター側はここ数戦は来ていない。タスクも割と偏ってますし、今回は初動リアクター安定ですね。ま、一番初動安定するのはカフェテリアなんだけどね。鬼で初動カフェ行くぐらいならアドミンみたいってなりますからね。今回は時間との勝負。パッパッとタスクを終わらせておく必要がある。幸運なことに3つもタスク並んでるからスイスイ進む。さすがにこんだけやってたら未来 HQ も手慣れてきましたね。まあタスク内容は同じだしな。いつもならばタスク終わったら鬼が車で待機する場面。まあアドミン側行った鬼が即こっち来たら鉢合わせるからね。しかし今回は爆速で外に出ていくという新しいルート。何がお狙いで？リスクはあるが最大のリターンを狙っていく動きだ。こっち側に移動して鬼がどこにいるか心音チェック。ゲージ的には上側にいそうね。あー、弱者が一人死んでいったな。前線にやられるのはさすがに恥ずかしいですけどね。私だったら今後人前に出ることはできないですよ。特大フラグ建設部、研究に次ぐ研究、試行錯誤すること40年。かくれんぼ出てからまだ2ヶ月。ここのポジションが最強だということに気づいた。めちゃんこ弱そうだけど、近くにベントの射程もありませんね。メテオさん舐めてたな。さよならメテオ。いやいや、まあタスクだいぶ進めてたからね。無駄死にではない。舐めてタスク進めてたからそうやってキルされるんですで、あー。おい舐めてたな、ひなみき。なんかキルで上がってきましたね。これもしかしてまずい。まあここの最強ポジさえうまく使えばどうとでもなるって。ここの何が強いのよ。今回鬼はまだ一度もリアクター側に行っていないだろ。ただいつかは行かないといけない。そのタイミングがここにいればゲージの動きでわかるというわけだ。なるほど、この隙に右側に抜けて弁当を消費せず移動すると。そういうことだ。小賢しい動きね。前さんは上側からリアクターに移動していたわけだし、タスクをやる時間くらいはあるはずだ。残り人数4人ですが時間も結構削れてる。ただ後半は常時アドミン見れる能力もあるのであまり有利とは言えませんね。まあとにかく大事なのは強化タイムまで3人以上残るってこと。ここで怒涛のタスク消費。残りタスクは右下側だけど、もう残り時間的にやる必要はないわね。今回強化モードは40秒。弁当2回残しているので正直私たちさえ生きていれば勝ちまであります。つまりすでに勝ちって状況ではあるわけだが、前さんはまだ私たちが弁当2回も残してるって思い
もしないでしょうね。いつの間にか結構負けそうな状態になってますね。まあなんとかなるっしょ。墓場にいる人たちは気楽でいいですね。前線残り時間もう30秒くらいですけど大丈夫ですか？いや間に合わせますけどね。彼はまだ私たちにベントがまだ2回残っていることを知らない。ここに到達して初めて絶望を知るのですよ。いやでもこうやって見るとほんとベントの重要性がわかるわよね。ラスト1人残りでも30秒くらいは稼げるからな。上目目3右下にいるのか。いや間に合わせてみせる。主人公っぽいセリフ。まあどれだけ頑張ってここに来ても無駄なんですけどね。悪役がやられる前に言いそうなセリフ。ここまで来て入る前にキルされちゃったらあれなので、ページが上昇し始めたら油断せず早めに入りましょうと言っているそばから、おっと弁当しっかり残していたと。あ、終わりましたね。これは辛い。いや弁当温存しましたが、温存してなくてもいけそうでしたね。これが未来 HQ の模範的動き。私を見習いたまえ。ほいっと余裕のラス1残り。やっぱ後半になって人数が減れば減るほど弁当の価値も上がっていくので、温存できてると強いですね。普段からこうやってしっかり温存できてるといいわね。それじゃ3試合目いくぜ。さて3試合目はスケルド。全員くらい尽くします。ま、私たちまだまだ無敗だしな。1月21日開催の撮影内鬼で一度敗北してるけどね。あれは設定が鬼畜すぎたからセーフ。私たちより秒数伸ばした状態で全員回したけど鬼全部負けてましたからね。敗北は敗北。しかしここで全員くらいはその事実も綺麗さっぱりなくなります。ということで今からあなたたちには死んでもらいます。初動左回りの沖縄。基本ムーブは初手アドミン。珍しいスタートの形ね。早速一人ベント消費と。みんなさすがにここまでやってるしもう即死はなかなかしてくれないよな。さすがに手慣れてます。開幕リアクターはあまりいない気がするけど一応チェック。マメな性格なのでね。マメな人は自分でマメとは言わない定期。初手電気室には確定で誰かいます。はい弁当使いましたね。海外の大学の研究結果でクルーは初手電気室に群がる習性があると証明されてるからな。南カリフォルニア大学定期。いつも通り弁当使わず死んでいくグサオさん。恒例行事につき触れる必要なし。これにはグサオさんもアングリー。アングリーとアングリーをかけているというわけだな。解説するな殺すぞ。ウェポンに2人いたはずなので多分そのまま右側スライドしてますね。メテオさんそれ何？もしかして隠れているつもり？お尻どころか頭も隠れてなかったけど。チリリは仁王立ち。とはいえ残り時間半分であと5人か。余裕がある盤面というわけではありませんね。ありがとうございます。どうも。これはご丁寧に。あれというかまだ誰かいます？いましたね。さっきまで厳しい盤面でしたが一気に楽な盤面に変わりました。あと一人キルできればジョージアドミン見れるわね。とは言ってもさすがにまだ弁当あるだろうし1キル拾えるかどうか。拾えたわ。ボランティアありがとうございます。残りはガンマスさんとレイマリさんの2人ね。シールドにいるということは弁当上で待機してるんだろうな。まあまだ逃しても全然時間的に余裕はあります。え、何？あれ反応しない反応しない。なんか今日何を狙ってるのかわからない人たちが多発してるな。いや今弁当のショートカットキーをしたんですけど。インポスター側しか弁当ショートカット設定できないですよ。といったそばから積んでますけど大丈夫ですか？時間残りすぎだろ。まあナメプもここまでにしてあげましょう。はい勝利。余裕すぎる勝利でした。まあ今回人数少なめだったしね。最後の4試合目いくぞ。4試合目ですが、ここでお伝えしなければならないことがあります。どうしたのそんなかしこまって。今現在時刻1月28日午前5時。まあピンチだな。でもこの程度の修羅場いくらでも超えてきただろ。12時から8万さんとご飯行く予定があるんですよ。まあ最悪遅刻すればいいだろ。動画投稿のが大事だ。メンバーとの約束より動画投稿を優先する尊敬のクズ。メンバーとの約束より動画投稿を優先する動画投稿者の鏡。てかあんたそこ待機はやばいって。何回そこで死んでると思ってるのよ。壁は高ければ高い方がいい。今日こそ超えてみせる。アクロバットハイスカイ。ジョジョのスタンドみたいなセリフ。できてる来てる。壁を越えたな。なんか中途半端に顔だけ出して戻ってったわね。一応探しには来てましたがこんなとこ所ているとは思ってないんでしょうね。む、このゲージの動き方はおそらくリアクターに行ってるな。ならば私は右上側のタスクを消費するとしよう。いつも通りイエモンさんが無言で死亡。ここまでは予定調和。リアクターでキルが起きれば起きるほど私たちは無事で済みます。ということでむしろキルは起きて圧倒的クズ登場。純粋な気持ちをさらけ出したらクズだと言われてしまうこの世の中。ダウンロードはやらずに例のポジションに移動する。でも今回は今鬼がリアクターにいるんでしょ。そのまま発射台来たら終わりだけど。いや発射台から来てリアクター行って発射台行くやつはいないだ。よしこれはリアクターから右上に移動してますね。多分今が後期。そして死ぬエスレイマリ。前線タスク内ならそっち側行っちゃダメですよ。え、なんでですか？これはおそらく発射台手前で遊んでるな。発射台入るとアドミンに移っちゃうからそのこと言ってるんでしょうね。発射台手前のアドミン移らないとこ謎の人気があるからね。コンビニの前でたむろしているちょっと悪そうな人たちみたいだな。さすがにそろそろ時代的に絶滅してそう。いや今は TikTok をコンビニの駐車場で撮る人たちが代わりに誕生してる。なぜコンビニの前なのか。コンビニの前に何か惹かれるものがあるんでしょうね。む、というかなんかゲージ溜まって言ってますけど。謎の動きだがこれもう一度リアクターに戻ってきてるっぽいな。まあベントで同じ場所に出てくる人一定数いるからね。まあこれはさすがに使わざるを得ないので使います。と言ってもどこに飛んでももう同じような気はするな。残り時間20秒でこの人数だからね。あれメテオさん大丈夫ですか？6人残して強化モード入りそうですけど。いやなんかちょっとみんなタスクやりすぎじゃない？それにしっかりベント使うし。いや前試合でメテオさんちゃんとベント使えって怒ってたじゃないですか。なのでしっかりベントを使うことにしました。まあ確かに使えって言われましたからね。メテオが鬼の時は使わなくていいんだよ。結局状況変わらず強化モードに突入と。
とはいえ無理に動く必要もない気がする。固まると良くないですし、ここら辺人あまりいなさそうですしね。私たちはおとなしくここの弁当上で待機しておこうか。残り時間ずっとここで過ごすおつもりで？うんじゃないが、またコメントで途中から画面が動いてないんですけどバグですかって書かれるわよ。ご視聴中の画面は正常です。冷静に考えてみてほしいんだが、このゲームの死が現実の死と連動しているとして、弁当上から動くか？動かないだろ。そんなとこまでリアルに再現してくれなくていいんだけど。ま、何はともあれ残り15秒、終わりはいつだって切ないものです。私たち的には勝利者が少ない方がいいし、メテオさんには頑張ってほしいところ。なんか怒涛のラストスタート来てますね。いくらあがこうがもう弁当残ってますからね。悲しいですが終わりです。あれ？というか今回レイラーさん生存してるのか。かなりのレアけだな。普通に失礼でくさ。いや自分結構隠れる側は普通に生き残ってますからね。ということで勝利と。レイラーさんと私たち以外は全員死んでるからみんな等しく敗北。道連れインポスター理論。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とTwitterのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。